皆さん、こんばんは。土曜日いかがお過ごしですか？テンションやば。なんかすごい今日はローなテンションなんですけどね。はい、今日は横浜で映画館ジャック&ペティで舞台挨拶をします。イエーイ。みんな来てくれるかな。7時50分上映会のあとに舞台挨拶を行います。横浜の近くに住んでる方、ぜひ7時50分上映の会なのでまだ間に合いますよ。見に行ってください。夜勤頑張りますって報告してくれとう人おる。夜勤頑張って。夜ね、働くの素晴らしい、偉い、頑張ってね。てかさ、4月になっ、まだ4月じゃないか、桜めっちゃ咲いとうのにさ、あいにくの雨やね。桜ちっちゃうやんと思って。そう、私お花見の予定立ててるんだけどさ、雨だからさ大丈夫かなと思って。ご飯食べずに行きますだっていいかも。映画館やろ。ご飯食べずに行ったら眠くならんけんいいかもね。ひかるさんとコラボしてくださいって来てる。したいです。もう私なんかがひかるさんとコラボできるなんて恐れ多いですよ、本当にね。え、博多弁かわいいって来とる。そう、博多弁かわいいとかいいな。なんか一歩踏み外したらね、博多弁って結構ね強く聞こえる時もあるっちゃうね。なんかあと地域によっても結構違うんよ。北九の方とかがもっと荒い感じやね確か。あと宗像とか、宗像だっけ。そう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 、私の地域は割とマイルドな方だけど。ヒカキンはどうやねんって来とる。ヒカキンさんとさ、私がさ絡む、あの企画がないよね。コンテンツによるんじゃない。私とヒカキンさんで何するん。できるならやりね、コラボさせてもらいたいけどさ、私にメリットあってもヒカキンさんにメリットなんやろ。あさりさんとのツーショット見て、ハルピも結婚したのかと思ったなって。ウケる。あさりさん結婚してらっしゃいますから、お子さんもいらっしゃいますしね。だけどさ、あのほらなんだっけ、一粒万倍日みたいな最近流行っとるよね。あれ、その運気のいい日に結婚発表する人めっちゃ多いよねね。あとさ、今日さ、今日も結婚発表あったよね。水戸アナと中村智也さんね。すごいおめでたいんだけどね。水戸アナ結婚しましたね。いやー、おめでたい。私も早く結婚したい。全然予兆がないんやけど大丈夫そうかな。結婚したいですよ私だって。だけどもう全く想像できんないけど、いつするっちゃろうか。まあ結婚してもおかしくない年か。だってそうだね、26歳やけんね。結婚してもおかしくないけど、だけどまだ今仕事が楽しいかな。俺が相手になりますわらわらって。マジなってくれる、なってくれると。私超わがままやけど大丈夫そう。料理できんけど大丈夫そう。婚姻届もらいに行くっすか。だってハルピも結婚したらお祝いやなーって来とるね。え、お祝いやなー、ハルピもなー、結婚したら。勝手にですが字は違いますけど、こだまで応援してました。これからも頑張ってください。ありがとう。どんなこだまって書くん。あれ、小さい玉の こだまかな、児童の字のこだまかな、どっちのこだまやろ。
素敵なハルピのリクエスト、みんな聞いてくれる優しい人と結婚してほしい、だって。確かに私の言うこと全部聞いてくれる優しい人絶対おらん、そんな人そんな人おらんよね、なかなかいないよね、自分のさ、あの理想の相手、なかなかその自分のこんな人がいいって人にはね出会えないですよね。秋吉65503、ありがとう。新しいファン2人連れてくようだって、ありがとう。そう、今日は映画横浜ジャック&ベティで舞台挨拶なんですよね。17時50分の上映会の後に挨拶します。はるちゃん好きなタイプは、だって。え、好きなタイプむずいな。でもお仕事頑張っとう人がいいかも。私もお仕事頑張っとうけ、お仕事頑張ってる人の方が尊敬ができるかもしれない。尊敬できるって大事かも。理想と現実は違いますよね、だって。うん、違う。出会いがないから選ぶ余地もないよ私は、だって。それみんな言っちゃけどさ、出会いないってみんな言っちゃけどさ、出会いないってみんな言うけど、まあないか何が言いたいちゃろうか。出会いってむずいよね。で、出会いって何？仕事以外でプライベートで出会うってね、何って感じやん。まずさ、出歩いとってさ、すれ違う道行く人はいっぱいおるけど、それって別に出会いじゃないやん。トップスかわいい、どちらの？めっちゃ話変わる。え、これトップスっていうかワンピなんだよね、ドレスなんだよね。どこのだったかな、これリーグランかな。でもなんかのやつで見たな。出会うって出て会うって書くじゃないですか、文字で書くとき。だから外に出ないと会えないっていう、家の中で閉じこもってても絶対に出会いはないっていう。だから行ったことない場所とか自分が所属してないコミュニティに出歩いて行かないと出会わないらしいですよ、っていうのを何かで見たな。ゲッターズ井田さんが言ってたのかな。出会いって出て会うって書くから、まず外に出ましょうみたいなこと聞いたことあるかも。だけど例えば行ったことないバーに週一でフラッと行くみたいな目標をもう立てちゃうみたいなことをしたら、多分今までとは違う出会いができるんだと思う。できないけどね、人間ってやっぱさ、慣れ親しんだことが好きだからさ、自分の今の居場所にずっといたいって思っちゃうじゃん。ここ心地いいしさ、何のストレスもないし。だけど多分そこを一歩今と違う環境を求めたり、ちょっと負荷かけてストレスだったとしても、多分そこの一歩踏み出せる人がすごいいいんだと思う。自分が今見てない景色を見れるんだと思う。そう、だからみんないっぱい出歩いてみて。出会いが欲しけりゃ外出してみよう。行ったことないご飯屋さんとかお出かけしてみよう。ってことらしいよ。ひとつぶちゃん、横浜にいいワインバーありますよ、だって。そう、このひとつぶちゃんっていうのは私のあのファンの方なんだけどね、バーを経営してらっしゃるんですよ。歯並びめちゃくちゃ良くて参考にしたいです。歯並び、私ね、これでも矯正してるよ。矯正もう終わったけど、そう、インビザラインっていうね、矯正したんだよね。このお仕事しててもワイヤーとか見えないけん、
いいかなと思って選んだ。あとお友達がやっとってインビザラインのなんだっけ歯が綺麗やったけん真似した。もともとそんな歯並び悪くなかったっちゃけどね。だけどやっぱ矯正しとう人の歯並びって違うやん。すぐわかるやん。なんかこうニカって笑った時に矯正スマイルってなんか違うん。バランスがめっちゃいいっちゃね。やけんまあそうね、さらに良くするために矯正はしました。お高いんでしょってきっと。矯正は安くはないよね。安くはないだけど一生って考えたら、してもいいかもって思える。だって人生ずっと続くわけや。美意識高いよね。すごいよね。だってまあお仕事だからね。この仕事じゃなかったらこんなに頑張ってないと思う。まあちょっとが自分で頑張ってるっていうのも変だけど。そうそう、歯美味しそう食べたいだってどういうこと。でも歯の矯正はおすすめ。歯の印象だけでめっちゃ顔の印象変わるけん、もし悩んどう方おるなら私は勧めたい。弟にもね私がスポンサーになってあげてね矯正させたもんなんだフィアーマン043ありがとう。あ、すごい庄司さん見てくださってる。庄司さんやっほー、ライブ見に行きたいです喋れるようになりましたね。歯ブラシはやっぱり電動がいいのかな。ね、電動がいいらしいね。私もブラウンのさ電動歯ブラシ使っとったんよ。だけどさあれ音がうるさいんよね、ブーって。まあ別にそんな気にせんければいいんやけどさ。ブラウンな、そう電動歯ブラシいいらしいよ。いいらしい、ツルツルなるし。やけど私は結構セルフで磨いとうね。結構な水が。どっちの弟って来てる。弟、一番下の弟。私弟2人おるけど、6つ下の弟にの歯のスポンサーになりましたホワイトニングはしてるのかな。しとる。ホワイトニング、ホームホワイトニングしとるよ。そうインビザラインしとるけんさ、この寝る前に今もつけないかんちゃん、こういうなんだっけマウスピース、それにチューってなんか液体みたいなのつけて寝れば朝起きた時白くなっとる。やけどなんだっけ、コーヒー飲んじゃいかんのにさ私毎日飲んじゃうんよね。あれ色つくけんダメなんやけど。だけどもう、ホワイトニングとコーヒーの戦いみたいな感じで生きてる。大輝03293ありがとう。3月29日誕生日なんかな、この人もしかして。もうすぐやない誕生日。そしたら歯並びいい人はセクシーさ増すと思います。 by 26歳だってそうなの。歯並び悪いよりはいい方がねいいかもしれんけど。電動歯ブラシって歯茎めくれない。なんか上手にね悪いやつをくるくるってすればいいらしいよ。あと早いね、多分手動の歯ブラシよりも早い気がする。確かわかる。コーヒーはやめられないね。やめれんよね。あれ3月25って今日やんって。3月25は今日やだからもう3月終わると早くない。ノンアルとかは爪を隠すさんありがとう。今日は横浜ジャック&ベティで舞台挨拶。あ、この後舞台挨拶行きます。だってあらあらあるなんて読むのこれ、アールチャイ1998さんありがとう。渚に咲く花めっちゃいい映画だからぜひみんなにも見てもらいたい。
強制終了するまでどれくらいかかったと、やって、私ねめっちゃ爆速でやったんよ。大丈夫かな、すごい騒がしいけど大丈夫かな。そうインディザラインって確か1週間で交換していくんよ、このマウスピースのね。そう、型があってちょっとずつなんか形を縮めたり、なんか配列を変えよるんやけど、その本当は1週間で1個変えないかんのに、私5日間に1回ぐらい変えよったもんね。だけど本当マニュアル通りっていうか、ご飯食べる時以外ずっとつけとったん。そうだから早めに終わったよ。2年ぐらい、1年半とか2年で終わった。そういい感じ。ネイル可愛いって言ってきとる。最近ネイル切ったんよね、めっちゃ短くした。でちょっとラメのマニキュア塗っとる。今日何時に起きたのって来とる。今日何時に起きたの、今日何時起きたかいな。でも休みの日でも仕事の日でも関係なく7時半から8時の間に絶対起きとるよ。てか目が覚めるっちゃうね、なんかずっと寝れない。でも夜もだいたい12時から1時の間に寝てる。意外と、意外かよ、ちょっとよくわからんけど、みんなに寝るの早くないって言われるけど。すごい、ハートマークを送ってくる秋吉65503、ありがとう。待って、この人いっぱいハートついとるのに読めてなかったかも。その服どこのって来たら、みんなこの服どこのっていう、どこだろう、多分マッシュのどなんかだけ、すごい昔の方なんだよね。3、4年前のワンピースかも。リリー・ブラウンかスナイデル、どっちかだね。多分リリー・ブラウンやと思うけど。お酒は飲みますか？お酒飲むよ。お酒好きです。ワンピー全身見たいって聞いてる。ああ、そしたら7時50分からの若干のベティ舞台挨拶来ないかんね。そしたら生ハルピを見れます。全身は横浜の若干のベティに来ないと見れないです、残念。これから舞台挨拶です。主演映画渚に咲く花が、上映感が増えて横浜のね映画館で、ね、放送されるので、そこに今日は行ってきます、舞台挨拶。次のボート収録予定をありますか？あ、ありますよ。またボートレース生配信出るので見に来てくださいね皆様。飛び込みで行けますか？だって行けるよ。だって5時50分の上映会だから絶対行けるよ。あ、待って、春919さん、ありがとう。なんで春919って名前なんだろう。私の誕生日9月19日だけど、まあ私のことかも。違うか、ちょっとこれ思い違いだったらめっちゃ恥ずかしいっちゃけど、さっき言ってたホワイトニングのやつぜひ真似したいので商品名教えてくださいよって。え、マウスピースのホワイトニング、え、普通に歯医者さんで葛藤券、全然わかんない商品名。歯医者さんに言ってホームホワイトニング売ってますかって聞くしかないかも。なんかネットとかで確かあんま買えない気がする。私も近所の歯医者さん片っ端から電話して、ホームホワイトニング売ってますかって電話で聞いて、なんか買うだけなんですけど行ってもいいですかってアポ取って行ったもん。
そうそうそう、だから普通に歯医者さんに聞くのがいいかも、ホームホワイトニング。でもマウスピース持っとらんとできんけんさ、マウスピースがない人はあのなんかよくほらあの青いライト当てるやつみたいなのじゃないとダメなんやと思う。コーヒーはブラック派って来とる。え、絶対ブラックやね。あ、ひろたか19ちゃんありがとう。ひろたん元気、ひろたん。前髪目に入りそうって来てる。今この長めの薄めが流行っとうとよ。ついてきてこの流行りに。でももうちょっと短くした方がいいかも、こんぐらいに。だけど自分で切っちゃダメって担当の、美容師さんに言われるから、とびたさん。だから自分で切んない。短くなりすぎるよりは長い方がいいやろって感じで。当たりです、こだまさんの誕生日だから919です。だって、すごい、私推しの人ってことやね。じゃあありがとう。ジム行ってますか？行っとらん、全然行ってないです。ジムやばい、行かなきゃ。全然筋トレできとらん。私体脂肪めっちゃ多いんよ。もうほんと体脂肪だらけでやばい、泣きそう。だから、5月から稽古始まるけど鍛えます、頑張って。夏までに、夏肌見せする時までに体脂肪率を頑張って下げます。おっ、WFHND ちゃんありがとう。つけまって来た。つけまじゃないよ、ちまつげやで。サウナばっか行かんで運動せいって来とる。はい、運動します。なんかさ、運動ってさ、どうすればいいと。ジム行けばいいんやろうけどさ、なんかジムで黙々と運動するの苦手なんやね。なんかバドミントンとか山登りとか、なんか目的とか誰かが追ってくれたり一緒になんか遊ぶので気づいたら運動しちゃってるみたいな感じやったら運動できるんやけどさ、そのなんやろな、体に筋肉つけるためだけに運動するってさ、なんかつまらんやんっていうか、まあそれが自分との戦いなんやけどさ、なんかどうせ運動するんだったらなんかサッカーしたりバドミントン、なんか誰かと普通に楽しく運動しちゃいたいなみたいな。しちゃいたいなっておかしいけど、なんだろう、意味わかる、これ言ってる意味わかる。だから簡単に言えば、あの公園で鬼ごっこしようぜみたいな感じで運動したい、本当は。ジム行くんじゃなくて、そしたら楽しく運動できとるやん。言い訳めっちゃ言い訳。健康のために週に30分2回運動した方がいいよって言われとるし、はい、運動します。30分走ればいいってこと。走るの苦手なんよね、マジ。山登りデートしようときとる。そう、でも山登山部、私ね友達の間で今話してる、登山部やろうぜって。もうサウナで汗流そうってきとる。そう、サウナに行ったら痩せた気持ちになるやん。やけど別に筋肉ついとらんちゃうね、あれ。
心のリフレッシュと汗は出とうけど全然運動にはなっとらんちゃね、残念ながら。運動しなきゃ。前髪長いな、ちょっとみんなに言われて気づいたけどやっぱり前髪長いかも。結婚願望あるのって来てる。あるよ、結婚願望ある。結婚っていう、より子供欲しい、めっちゃ。自分の分身出会いたいどんな子が生まれてくるんだろうと思って、見てみたい。この世に絶対存在させたいって気持ちはある、一応ね。一応あります。何歳かな、20代で30代でどっちだろうね。でも全く予兆がない、どうしようって感じ。子供可愛いだろうな、だって可愛いよ絶対。私のボーイフレンドになることができますちょっと日本語おかしいね。どんな男性の子供を産みたいですかって聞いた。どんな男性っていうか、それ好きな人なんじゃないの。どんな男性ってむずい。美人だから高望みしなければ結婚余裕でしょうって聞いてる。ちょっとなめんなよマジ。人それぞれいろんな悩みとコンプレックスがあるんですよ。簡単じゃないですよそんなに。ハルピは結局仕事選びそうだって。わかる、そうなんだよね。仕事楽しいんだよね。わかんない、こればっかりはわかんないけど、もし私の結婚発表がいつかあったとしてもみんな絶対に応援してたよねみたいな感じ。最近福岡に戻ったりしてますか、だって。つい最近だよ、つい最近行っとったよ。春窓会で福岡帰ってた。はい、そんな感じで元気にお仕事頑張ってます。同性から大好きですって言われたら嬉しいですか、だってめっちゃ嬉しい。女性からやろ、大好きですって言われるのめっちゃ嬉しい、ありがとうはい、それでは横浜若干のベティで舞台挨拶行ってきます。みんな出演映画ぜひ見に行ってくださいね。横浜で放送されてますよ。あとはドラマ4月4日から、テレ東にて何かおかしいレギュラー出演しています。私は AD の田島役なんですけど、ちょっとおかしい役です。顔中体中包帯ぐるぐる巻きになったりとか、なんかずっとちょっと変な役ですぜひ見てください。ではバイバーイ。